はい、では今回この論文について鈴木が発表いたします。文献の情報です。アブストラクトです。オープンドメインの対話システムの評価手法に関する研究です。今回のアプローチは複数の参照文を用いるというふうなものを使っています。具体的にはデイリーダイアログのテストセットに複数の参照文というものを追加しています。でこの複数参照の評価は、品質と多様性の両方で人で評価と高い相関を得ていることが分かりました。また相関の調査の他に、参照等の数による相関の影響調査というものも行っています。で、このオープンドメインの複数の参照テストセットを構築して公開ということを貢献として挙げています。イントロダクションです。対話システムの現在の評価というものは、参照文以降単一の参照文の単一評価というものが主流になっています。ただ対話においてはその与えられるコンテキストや発話文に対する妥当な応答というものが必ずしも一つというわけではないというふうに筆者ら述べています。またこの単一の参照評価というものは人で評価との相関が低いということが先行研究で明らかになっています。でこの複数参照することによる評価のメリットとして筆者らは、より堅牢な品質の評価ができるということと、多様性の測定というものが行えるというふうに述べています。今回その複数の参照等を使うにあたっての品質の評価の手法について説明していきます。これはもう単純に、出力に最も近い参照等を用いてスコアリングということで、複数ある参照等と、モデルの出力というもののスコアを出して一番高いスコアというものを使っていくというふうになります。でこの時そのスコアというものがこの D 関数 D で表されていて、これは既存のブルーなどの手法で応使用しています。今回使ったそのスコアの手法については後ほど説明します。で次に多様性の方の評価になります。多様性は、リコールで評価を行っています。でこの式のような評価を行っています。では、その実際に使っている、スコアを行うメトリックの説明に入ります。メトリックを大きく分けて2種類あって、1個目がワードオーバーラップベースメトリックというものになります。今回使っているのは、3つで、ブルー、N グラムの重複に基づく、翻訳などでよく使われる手法です。で次に、メテオという F 値の単語の非連続性に対するペナルティを付与した評価手法で、ルージュ L、位置する最大のシーケンスに基づく F 値の3種類を使っています。で、エンベディングベースメトリックスは、5種類使っていて、1個目が単純に単語ベクトル平均を使ったもの、2個目が単語ベクトルの極値を利用して分ベクトルを表現しているもので、グリーディーマッチングというのが各単語のコサイン類似度に基づく一致スコアの平均を使っているもので、スキップソートは事前学習されたリカレントニューラルベースモデルが算出する分ベクトルを使ったもので、この最後のやつ側はちょっと自分もよく分かってないんですけど、マルチタスクで学習させたセクトゥセクベースのモデルから算出している分ベクトルを利用しているそうです。で今回、その評価するにあたって使ったモデルというものを、がこれになります。1個目がヒューマンは人が作成した文をそのまま使ったもので、2個目がデュアルエンコーダーという用例ベースのベースライン、モデルのベースラインでよく用いられているモデルです。で、その今回、用例ベースなので応答候補が必要なんですけど、その応答候補はトレーニングデータの応答文、全体を使っているとのことでした。で次がセクトゥセクで、これはもうシンプルな生成ベースで LSTM とアテンションで構成されたモデルです。で次が HRED も、こちらもよくコンテキストを考慮する生成モデルでよく使われるもので、階層構造のエンコーダーを利用したものになります。で最後の CVAE が今回のモデルの名前として CVAE となってますが、モデルの構造としては、HRED に CVAE を組み込んだ、ヘムオートエンコーダーを組み込んだモデルを使っています。で
今回、データを、その複数の参照文というものを付与するにあたってのデータの集め方についての説明になります。これは AMT で収集を行っていて、ワーカーは1つの対話文、対話コンテキストに対して4つの多様な応答を付与するように指示が与えられています。でこの付与された応答のうち、極端に短い文だったり、非常に短い時間で入力された応答というものは除外しています。でこれを先ほどその付与したワーカーとは別のワーカーによる評価を行ってデータの品質の評価をしています。評価の仕方としてはワーカーには伏せられているんですけど、対話コンテキストに対してもともとのデータセットの応答と、今回収集された応答、サンプリングされたもの一つと、で全くそのコンテキストに関係のない無関係な応答というものを与えて、その3つに対してそれぞれ1から5のスケールで評価を行うというふうになっています。でこの表が、その評価された結果になっていて、上がオリジナルデータセットなので、元の応答になっていて、下が今回収集したデータセットの応答になっています。基本的に、高い評価というのが 全体の 92% の応答を示しているので、品質として問題ないというふうに筆者らは述べていました。で実験の説明になります。今回の、この参照セットの評価として、人手評価と自動評価との相関を見るという形をとっています。でこの人手評価との相関を見るために、このランダムな100個のコンテキストに対する応答を、ワーカーが評価を行っています。で品質評価の方は、ワーカー5名でスケール5段階で評価を行って、それの評価スコアの平均活発スコアが 0.43、こう一致したスコアを出しているという感じになります。で、多様性のスコアの方が、ワーカー3名で行っていて、複数の応答文の中からまず、それがちゃんと対話コンテキストに適切なものかというものをまず評価してあげて、その適切な応答に絞った上で、多様性のスコアをつけるという評価を行っています。でこちらの平均活発スコアが 0.41 となっていて、こちらもある程度の、同じような評価をしているというふうになっています。でまず、品質の方の実験結果になります。でこちら側がシングルリファレンスなので、単一の評価をしている方になっていて、こちらが、複数参照の評価面の結果になっています。でも、使っているメトリックスが、何であれ、複数参照をしている方が相関が高いというふうな結果を出しています。で、こちらが、ブルーの、バイグラムの時と、メテオの時の、各モデル単位で見た時の、相関のスコアを見ています。で、シングル、単一参照の時は、モデルの違いがあまり出ていなくて、モデルの比較をするのに用いるのにはあまり適切でないというふうに筆者ら述べています。対して、複数参照の方は、モデルごとに、スコアの違いというものがだいぶ出ていてばらつきが出ているので、モデルの比較の指標として、有効であるというふうに述べています。次に多様性の評価になります。でこちら、ベースライン的なものとして、ディストインクトとセルフブルーと言われる、よく多様性の評価で使われている評価指標を、比較として挙げています。ただ、このディストインクトとセルフブルーっていうものは、単純に語彙のユニークさしか評価してないので、そういう生成分の、生成分が適切かどうかというものは考慮していません。対して、今回提案した複数参照を使っている、リコールを使った、評価では、そういったものも考慮しているので、基本的に相関係数が高くなるというふうに筆者らは述べています。これが、数を変えた時の、影響を調査しています。すみません、なんかスライドに、文字が抜けているんですけど、3から5個の間では、急激に、相関が増加していることが分かります。ただ、8個あたりからは横ばいになっているということで、多ければ多いほどいいというわけでもないという感じのようです。コンクルージョンになります。今回は複数の参照文というものを、
テストデータに追加してあげることで、それを用いた評価手法というものを提案しました。で、複数参照の評価は、まあ、品質と多様性の両方の面で人で評価と高い相関を得ています。また参照との数による相関の影響調査も今回行っていて、大体3から5個ぐらいの参照を増やすと、スコア相関が上がるということが分かりました。で、筆者らは今後の、課題として、対話コンテキストに応じて、必ずしも今回、全部4分、元の音も含めて5分の、音を使っていますが、参照音の個数というものは、コンテキストに応じてある程度可変であるべきというふうに筆者らは述べています。以上で発表を終わりにします。